大学4年間ほとんど野球やってない。どういうこと？なんか悪いことした？いや悪いことしないですよ。ちょっとそのプロの道は難しいなって。うんうんうん。青学から声がかかって、はい、青学から声かかりましたね、うん、あのまあ大学はおかげさまであのいろんなとこからいっぱい来た、はい、どこ俺も青学って行ってなと思ってたからさ、ちょっと教えてよ。いやどこ来たの？六大学も来てた。六大学も来てたと思う。なんで六大学来たの？天下の六大学だよ。もちろんその特待で来てほしい、特待で来てほしいってこう、うんうん、いろんな大学からあったんですけど、うんうん、唯一高校のグラウンドまで足を運んでいただいたのがその青学のと、まあ、今もうされてないですけど、当時のその河原井監督が甲府石川まで来てくれて、もうわざわざ足を運んで欲しいって言って来てくれたんです。すごくその熱意に惹かれて決めました。ええ話やね。ただ青学特待がないので、特待では行ってないんですよ。親御さんはだって六大学もあるし他の学校もあるし、はい、で当然特待だと親御さんに負担はないわけじゃない。もちろんそれも考えたんで、うん、特待でとはもちろん考えてたんですけど、うんうん、親御さんは結局お前の行きたいとこ行けみたいな感じで、そうですね、はい、僕の気持ちを尊重してもらいました、うん、じゃあその軽井監督 の、うん、その熱意で、熱意で青学決めました、はい、いいなぁ。青いのも来たったよな。青山だもんな。そうなんですよ、青山なんで。青山行きたかった。あの、あそこに行きたかっただけだよ、渋谷の先に。青山、そうですね。まあ行きたかったってのもありましたけど。そうだよね。はい、まあでも地元が横浜っていうか、はい、佐久間だから、はい、まあ、だいたい地理感はわかるしね。わかります、わかります。まあ、俺、広島が行って大阪のあの富田林の薬なんかで、そりゃまた今度埼玉組んだり行くの嫌やな、やっぱ。やっぱね、都会に行きたいよね。ね、高校が、あの田舎なんで、ちょっと都会に出たいなというのは確かにありました。でも六大学の話もあったのに、親御さんは六大学もいいんじゃないかとかっていうのもなかった。なかったですね、はい、青学、まあいいんじゃないみたいな。で青学の時に当然1年から結構投げてた。いや、それがですね、うん、それが、ちょっと俺、じゃあそれがですね、ちょっと一歩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 ちょっとしっかり喋って、うん、大学4年間ほとんど野球やってない。どういうこと？怪我とかもあったんですけど、特にどこ？腰ですかね。高校の時からもずっと、まあ、腰痛で結構、うんうん、まあ、悩まされてたので、うん、大学行っても逆にもうそれがちょっと出てしまって、うん、結構まあ大学の方がちょっとひどかったっていう感じで、怪我ばっかりで、うん、はい、ちょっと投げれてなかったんですよ、うんうんうん、なのでまあ通算、まあ、3勝か4勝ぐらいしてたんですけど、おうおうおう、はい、当時はもう1個上にあの佐々木倉野っていう二枚看板がいて、うん、カープに行った、カープに行った、うんうん、ソフトバンクに行った倉野、うん、はい、その2人が主戦で投げてたんで、1個上なんの、1個、僕は1個上です、うん、はい、まあ、主戦のピッチャーたちの影に隠れてほぼ投げれなかったっていう。河原井さんに熱意で入ったって言ったんですけど、入ってみたらちょっとその河原井監督との確執もありつつちょっとどういうこと？なんか悪いことした？いや悪いことしてないですよ。何をしてない？そんな優しい顔して裏でこそこそ悪いことしてたんじゃ。してないんですよ。持ったように力を発揮しなかったから、川越自身が。そうですね。それで監督がお前しっかりやれみたいな風になったわけ。そうですね、はい、バチバチになってしまって、うん、そんな感じの4年間で、あ、そうやったね、あんまりその試合に投げたっていう記憶がないですよ。投げた時期もあったんでしょ？投げた時期もありました、はい、だけどあんまり投げさせてもらえなかった部分もあったのかなって、ね、投げたらよくあの神宮の裏でもうボコボコって投げてえ、打たれ、抑えても？抑えたら大丈夫ですけど、ちょっと打たれたらもうボコボコ、気合が足りねえって言われて、可愛がりに合うわけだよね。ボコボコですね。投げ終わって殴られて、またそのまま血垂らしながらマウンド上がるみたいな。ああ、そういう時代だもんね。いい時代だな。今じゃね。今じゃちょっとあれですけど。ね、本当に漫画しかないな。漫画しかないですけど。そうか。そんな感じで、ちょっと野球が嫌になった時期だったんですね。大学、はい、大学4年間は。だけど自分が決めた。道じゃない？そうなんですよ。なので野球は好きなんで、うんうん、もう絶対野球、まあ、うん、やめずに
やりきろうとは思ったんですけど、うんうん、あんまり投げれてないっていうことになると、うん、そのプロもちょっとどうこう、はい、ちょっとぐらついたんじゃない、ちょっと。いや、まあこれで、あ、ちょっともうプロ野球は入れない、無理だなって思いました。それはやっぱり大学の何年生ぐらいに感じたの？3年ぐらいですか。そうですね。高校終わる頃はプロから何球団かあったけど、はい、大学出る3年ぐらいにはちらちらほら話が出なきゃならないじゃない、はい、プロ行くとなると、はい、そうですね。その話は全くなくなくなりました。トートだと DH だもんね。 DH です。トートはバッティングもしてないもんね。そうですね。そうですね。ちょっとそのプロの道は難しいなって。うんうんうん。だけどもやっぱり野球は好きだし、野球は好きだったんで、はい、社会人で続けるか続けないかっていう、うんうんうん、そんな感じでしたね。へえ、はい、日産自動車が声かけてくれた。あ、そうなんですよ。まあ、オープン戦あるじゃないですか、うんうんうん、社会人と、うんうん、やるね、やるね、それによく投げさせてもらってたんですね、うんうん、社会人なんで、まあ、金属、当時金属だった、当時は金属だった、学生ってる時は木なんですよ。ほう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 。で、やっぱ金属から木になるとなんか打てないじゃないですか。そうだよな。だって俺もだって若い頃そら30近いおっさんが金属バット振りましたら危ねえやと思ったぐらいだもんね。そうですね。で、まあ割といいピッチングをして、うん、まあ、当時のその監督さん、日産の監督さんに村上さん、あ、村上さん分かる、はい、村上さんです、監督さん。あ、そうなんだ、はい、村上さんと、うんうん、佐々木さん知ってます。そう、全部分かるよ、はい、社長してはったもん。そう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 。で、部長が佐々木さんだった。あ、そうなんだ。でその縁で、まあ、声かけてもらって、はあ、それがきっかけです。日産に行ったきっかけはそこです、はあ、はい。じゃあ日産では結構バンバン掘った。日産ではおかげさまで3年目の都市対抗で優勝して。え、大卒で3年いたの？3年いました。じゃあ2年間じゃない、プロは。ああ、そうですね、はい。その2年終わった時はプロかからなかったの？かからなかったです。2年目の終わりぐらいにこうちょっと注目はちょっとちらほらされ始めて、3年目の、まあ、その都市対抗で優勝して、うん、もう一気にこうドラフト上位、ほとんどの球団から来た。いやー、どうなんすかね。オリックスがまあその一番まあ評価が高いっていうのはあの聞いてたんで。逆指名だっけ？逆指名なんですよ、当時。逆指名だったんで。で、オリックス行きたかったの？オリックス行きたかった、これ言っていいのか分かんないです。行きたかったっけ？それ逆指名じゃないじゃん、じゃん。どういうこと？評価も一番高いところに行きたかったんですよ。で、オリックスが、オリックスは一番高く、そうなんです、2位で来てくれって言われたので、うんうん、他の球団は2位じゃなくて例えば4位とか下位の方だったんで、うんうん、じゃあどこでやりたかったの？僕は横浜、正直そうか、横浜ファンだったんですよ、当時。相模原のね、はい、当時の、まあ、横浜行きたかった。行きたかったですね、はい。当時横浜に声はかかったでしょ？いや、かかった。あ、どうなんですかね、かかってないと思うんですけどね。あの年は結構すごかったんですよ。横浜高校優勝して、ベイスターズも優勝した年の98年 ?98 年。松坂大輔の時か。そう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 。じゃあ松坂1位で川越ドラフト2位だったら面白かったね。本当ですね。松坂西武行くしな。西武行くしな。そうですね。そういうのあっから低迷が始まったんや。はい、そういうことやろ？いやいや、わかんないですけど。あ、そうなんだ。はい、もう地元行きたかったけども、じゃあ横浜がダメだったら一番評価できるところで、ね、オリックス。オリックス。大学からこうちょっとこう、いやー本当に、ね、その大学の時に要はプロ行けると思わなかったので、うん、もう諦めてたんで、社会人日産自動車に行ったことによってまたこう、あ、プロに行きたいっていう気持ちがまた強くなって、うんうん、だけどそのもう一回話戻すけどさ、はい、大学4年間そうなっちゃったじゃない、怪我もあって、はいはいはい、プロ行ったけよかったなとかなかった？あ、思いましたね。思いました。行ける時に行っとけばよかったって思いました。ちょっとそこはやっぱ後悔した？まあそうですね、まあ難しい判断だけどね、あと、ね、になってどの子になっても、まあ、行ける時に行っとけばよかったなって思いましたね、うん、俺もだからそこで悩んだもん、はい、だプロ行ってまあ多分体も俺もそんな大きくないし、だから大学4年って4年後にプロかかるかどうかって分からんじゃん。あ、そうですね、はい。だから親父はお前プロ行って4年間は大学行ってるつもりでお前根性入れてやってこいっつって言って、はい、確かに大学指名してくれたんだからっつって、はい、俺は逆指名とかじゃないから、うん、そうですよね、うんうんうん、本当にでも行ける時に行った方がいいのかなってちょっと思うんですけど、まあ、だけど
実際やっぱりこう大学も社会人もアマチュア界、要は全部経験できたじゃん、はいはい そうですね、そこは大きいよね、はい、すごく大きかった、仲間も多いし、そうですね、やっぱいろんなあの経験させてもらったので そこはすごく、うん、はい、まあ、プロ行ってすごく自分のやっぱりためになってましたね。オリックスに入団しまして、うん、はい、もう早速1年目から先発ローテーション入りで、はいはい、 そうですね、はい、その年に11勝8敗で8完投してるんですよね。でその時があの今話にもありました松坂大輔さんが新人賞を取ったんですけれども、パリーグで特別表彰をされたということ。そうですね、はい、優秀新人賞獲得したんですね。はい、新人王じゃなくて新人賞をいただきました。そうか、松坂がいたからな。いや、もう16勝ぐらいしたんですか ね、松坂。そうですね、16勝してます。化け物でしたね、でも。だって甲子園の決勝でノーヒットノーランやろうとか。いや本当に。だからね、そりゃしょうがないよね、この段階はね。もう本当に。投げ合ったのは試合ぐらいしかないんですけど、うんうん、はい、軽く負けましたけど。そうなの？そうなんだ。そうですね。へえ。じゃあでも新人賞もらえるとやっぱすごいよ。でも新人、そうですね、なんか特別賞10勝8敗10勝8敗でしたね。じゃあ25、6、もう30試合近く投げてるね。そうですね、26ぐらいは投げてますか ね、はい、じゃあイニングも結構いったんじゃない。イニングはそうですね、170ぐらい、170いってますね。いってるね、やっぱそうだろうな、はい、うん、それぐらいいくわ ね、まあ、当時はそれぐらいは投げなきゃいけなかったもん ね、先発だったらもう球数が減っちまったっていう時代じゃないからさ、ね、はい、生きりゃ生けっていう感じですね。そうか、じゃあ一郎さんの話聞く。あ、はい、プロ入ったところだけ重いんですか。一郎と同級生なんで。あ、仲いいの。仲は、いや、今はちょっとあれですけど、うん、プロの時は。プロの時はですね、もう入った時からもう全然もうスーパースターじゃないですか。もう頑張ろう神戸の時だったじゃないですか。そうかなので、うん、僕はもうその後なので、そうかそうか、96、97、うん、2年で優勝して、そうですね、で99年からだから、そうです、もう一郎はもうバリバリの時だ、はい、バリバリですもん。彼も高校の時有名だったので、いろんな甲子園の話ですごく盛り上がった。名電だもんね。はい、名電。愛工大名電で、うん、まあ、彼も僕のこと知ってくれてて、もちろん彼、まあ、一郎のことはすごく知ってましたけど、そういう話でちょっと盛り上がってましたね。そういう記憶はありますけどね。一郎の凄さって、俺ら外からしか見てないじゃん。はい、中から見て何がすごいの？いや、すごいっす。そうですか。もうヒット4000持ってんの。すごいですね。何がすごいって全部がすごいですよね。すごい練習の虫って言われるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。すごく練習されてます。ものすごく練習しますね。準備もすごいですけど、うんうん、もうすごいしか出てこないです。夜もすごいですけど。そういう変な意味じゃないですよ、うん。変な意味じゃないですよ。お酒は飲むの？お酒がですね、梅酒ぐらいじゃないですか。梅酒は飲むってちょっと聞いたことありますけど、俺一回だけ梅酒食ったことあるんだけどね。あ、本当ですか。オリックス時代だから95、はい、6年かな、はい、ある院長先生と一緒に、はい、大魔神佐々木さんのと、はい、行ったことあるけど、はい、なんかちょっと堅物っぽいじゃん。うん、堅物っぽいです。ちょっとこう、はい、でも砕けてなかったですか。砕けてる、はい、で話すと面白いよ。いや、面白いです、面白いです。だけどね、俺もう一郎の思い出がね、ラーメンとあいつカレーが好きやもん。はいはい、味噌ラーメンに入ってるわかめは好きなんだと、はいはい、ただ醤油ラーメンに入ってるわかめは許せねえって言われてどうでもええやんと俺は思うけどもうそうやなーって俺聞いてるわけよ。もうスーパースターやからそうか、それわかるわーって俺からしたらどうでもええ話やけど、そういうのもない？あります、あります。あるよね、すっごいこだわりが。こだわりあるよね。こだわりです。はい、やっぱこうじゃなきゃチルになれねえんだと思ったわ。パンにしても一個一個焼いたりね、あの神戸で食べるね。そうですね、たっぷりです ね。2年間一緒チームメイトだったんですけど、はい、2年間一緒ですけど本当もうすごいですよ。もうスーパースターなんで意外とピッチャーと野手ってあんまり絡まないよね。まあ、もちろんそうですね。意外とそうなの、はい、仲いい悪いとかじゃなくてね。そうですね、意外と絡まないよね。絡まないですね、はい、でグラウンドでは喋ったりするけど、そうですね、じゃあその後今日行くかとかってあんまりないか。ないですね。もう彼はもうやっぱりもう当時やっぱりなんでしょうね、こうチームと離れ別行動だったんで。なんで？いや、おそらく多分そのファンが多分すごいからだと思うんですけど。別行動っていうのは例えばどこが別行動なの？移動が別行動ですね。飛行機とか新幹線とか、うん、全部別です。一人だけ？一人だけ。マネージャー誰かついて？あ、そうですね。
候補が、まあ、専属の候補がついて、うん、ホテルは一緒、ホテルも一緒ですけど、でも裏口からこうしっかり出れるように、試合が終わっても別、別ですね、はい、じゃあ会われへんな、本当、本当グランドでしか会わないグランドしか会わないです、おしっかり投げるぐらいしか言わないですね外野からあ、そう、あ、そうなんです、そうなんだ、でもそこも、でもかわいそうっちゃかわいそうだね、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、意外と勝った後の遠征先のバスなんかでわーとか言うのも ね、楽しいんだけど、はい、あ、それがないんだ、ないですね、なかったですね、じゃあ遠征先でミーティングするじゃない、はい、ミーティング会場はもちろん来るんでしょ、ミーティング会場は来ますね、はい、神戸グリーンとかホームでやるときは直接、直接自分で運転してくるの、自分で運転してきます、車好きなんで、そうだね、はい、やっぱ住んでるとこは絶対明かしてないですし、うん、一応そのここに住んでるよっては言ってたんですけど、それはフェイクで、うん、違うとこに住んでたっていう、大変だな、大変だった、まあ、当時は、まあ、今も今も大変ですけど、うん、当時は特に大変だったと思います、コンビニ一つ行くのも大変やね、いや多分行ってないんじゃないですかね、普通に多分歩けてない、外歩けないんで、だけど俺一回オフにね、はい、石橋貴明さん、はい、が草野球やるっつって、はい、佐々木さんらと行った時にイチローも来るっつって、はい、あいつ車で来たのかな、はい、そしたらね、吉野家牛丼を下げてきたのよ、イチロー吉野家の牛丼食うねやと思って自分でこうやって来たのって言ったら、はいっつって、いや本当に吉野家入って大丈夫だったかなと思ったけど、あの時ね、ちょっとね、俺なんかちょっと近い感じがしたわ、はいはいはい、一瞬そういうとこ一面もありますよ、ね、彼は、ね、見せるんですよ、ただ第三者がいるとちょっとね、嫌がる時はある、そうなんです、報道陣とかいる、そうなんです、テレビとかそういう感じは、ね、やるけど嫌がりますね、うん、はい、もしこうやってこういう感覚で何にもなかったら普通に喋ってくる、うん、一昨年俺アリゾナ行った時にいつと喋ったけど結構喋ってくれた、うん、バッティングの理論俺聞いたんやけど、言うてること分かんない絶対受け身はダメですうちに行ってこうですとか言ってたけど俺絶対分からない天才の言うこと分からない結構気さくなんですね、そう思う、そう思う、あの普通に喋った時はそうですね、本当、いい男いい男、うん、